チェロチャンネル、ポロチェロチャンネル、ポロチェロチャンネル。はい、なんそんな肘をつきながら歌うの、うん、頭がぼーっとしますよねまたもやね新しいイベントが始まってるみたいよ、見に行ってみる？心当たりはあると思うんですけどいやいや、こいつのね、うん、覚醒を取らんとさ、うん、先に進めないからさ。なるほどね。そうそうそう、かわいいねこいつ。お姉さんに話してみて。はい、どうしたの？ホーム性能やばいよこいつ。本当だね。こうね、腕をね組んでこう胸を押し上げてる女の人、俺好きなよね。それ初耳でしたね。本当？うん、こういう絵好きなんよね。なるほどね。でしかもメガネやろ。うん、メガネ好きですよね。うん、これはいいですね。お、よく来たな。じゃあ覚醒していきますよ。はい、これね本当ね、うん、赤いメガネだったらもう 100% だね。ちょっともしかしたら危うくハンデッドを超えるとこやったよそんな勢いだったんですか。うん、危なかったね。危なかったね。命拾いしたよこいつは。いただきます。お、1個しかねえ。え、なんで？そんな危なかったですね。うん、もうメガネ赤くなるんじゃない、もしかして。いや、赤くならないでしょ。やばいよ。あ、赤くなかった。赤くないよ。危ない危ない。こんなん出るようになったら邪魔やね、すっげえ。なんかこう広告的なね、本当だね。イラッとする感じよね、こう。はい、まあこんな感じですね。スパイクワープ、うんうん、ちょっとあのメモ見ましょうか。うん、B 型。お、好きなもの家事全般、嫌いなもの諦めること。おお、素敵ですね。強い意志を持った人ですね。ですね。アークの研究を行いながら教師を目指している。おっとりとした教育実習生。人類がこの世界で生きていくための研究を行っている。おお、壮大だね。人のためになるねこの人。そうだね。このねスタンプ、これが欲しいんよ。おお、バチッとバッテンよ。これやばくない？バッテンよ。もう意味がわからんけどやばいよこれ。もうバチッとバッテンよ。これもやばくない？お疲れ様。くるっとまん丸よ。あらあら、これ独自の。お姉さんに任せておいて。うん、お見通しよ。準備 OK よ。なんでしょうねこの一番と二番ね。お疲れ様。くるっとまん丸よ。バチッとバッテンよ。これやばいね。バチッとバッテンってどういうことですかね。じゃあちょっと99日いきましょうかね。そうですね。はい、じゃあ行ってきます。いってらっしゃい。はい、ジャネットさんね、レベル99にして潜在解放もマックスにしてきました。はい、じゃあこんな感じですね。なるほど。まあ平均的な感じかな。うんうん、まあバランスがうん、いいのかなというとこですね。まあね、もうちょっと俺使いすぎてね、ないんだよね。あらあら、もう虹の大結晶また2個しかないしね、やばいね。ほ、うんとね、才蔵がね、ほんと後引くよね、あいつへのミスがね。ほんと後引いてる。まあいいや、一応ね、うん、そんな感じで、うん、どこ行ったかな。まあ、こんな感じです。どっちがいいかな。うん、その優しい色もいいよね。ね、こっちで行こう。うん、はい、はーい、悩み事なら、はーい、悩み事ならお姉さんに話して。まあ、こいつのね、うんうん、こいつがボーナスハンターになってます。ここに行きましょうかね。お、はい、こいつも出たよね、カリンも。おお、そうだね。うん、ポロはカリン持ってたっけ。
持ってますよ。ああ、じゃあカリンとあのジャック連れてきたら。うん。うん。じゃあ行きましょう。行きましょう。はい。じゃあね、まあカリンを連れて行きたかったけどね。うん。ポロが覚醒してなかったことが判明しましたので、ええ、このメンツで行きたいなと思います。はーい。ちょっとこれあくまでもね、うん、ジャネットの紹介でもあるからね、ここをクリアするっていうところと。そうだね。あ、扇風機がある。久々の扇風機ですよ、ね、え、うわ、でっかいなこいつこのオマーキューでっかい ね。あ、これはいいね、ジャック2人いると。だいぶ。あ、俺はなんで座れんやったんやろ。引っかかってるからね。あ、少しだけ気合を入れますか。俺、あ、ごめんごめん。こいつ絶対復活させるやつだよね。うん、やっつけたいよね、そこはね。うん、でっけえな、このオバキュー。ねえ、うん、私の出番。出番ですよ。さっさと黙りなよ。わあ、結構硬いね。硬いね。少しだけ気合を入れますか。左手が復活か、左手の筋がね。あ、なるほどね。うん、まあでもこれ濡れるからさ、うんうん、今リンクコンボ出てるけど、うん、あんな感じで濡れるから。待って、 ね、 そうね、濡れるとで、これ確かこう 100% だったと思うよね、うんうん、そのなんて絶対障害敵に向かって発射するから、うんうん、まあ、絶対当たると。お、だからまあこう塗りが結構されるってことは攻撃力上がるから、うんうん、まあいいのかもね。そうだね。うん、わあ、でもここオバキューボスじゃないのにこんな大きいでしょ。うん、ボスは一体どんなんだろうね。親玉が出るんじゃないさらに大きいの。うん、それともあの封印してくるのが出てくるかな。ああ、確かに。お、強い強い。うん、フェザーダーツいいね、ここ。うん、少しだけ気合を入れますか。最近ね、スロイヤーになったんね。これならどうです。フェザーダーがね、ポロ。ああ、そうね、よかったね。あ、ただ今私の名前ポポロになってますけどね本当だポポロスパのポポロ。うん、ポポロスパのポポロですよ。ポポロスパってそんな有名なの俺も初めて聞いたし、他の人に聞いたら知らんやったけど。あら、でもね、スーパーには必ずと言っていいほど売ってるはずなんですよね。うん、結構強くない。お、強い強い。あ、鳥さんなんだね。うん、全然オバキュー関係なかったね。騙されるとこでしたよ。うん、あ、そっか、今オバキューを一人で倒した気分やった私の出番。あ、これはここから行こうかな。まあ、でもやっぱり長級なだけあって難しくはないよね。そうね、こうハラハラする感じはあんまりないけど、うん、この復活いやらしいよね。そうね、少しだけ気合を入れますか。おばきはよね。まあまあまあ。張り切りすぎて無茶しないでね。はあ。見通しよ。ね、周回どういう感じが早いのか気になるところだよね。そうだね。またタイムアタック勝負してもいいけどね。そうね。カリンちゃん気になるよね。ああ、確かに。うん、まあ。お互い出たからね。そうそうそう。持ってるからね、お互い。それで覚醒しないとね。うん。ただね、もう俺は結晶を使う余裕がないんですよ。そうですね。お、使えますよ、必殺技。ハンタースキルが。お、たまりましたね。うん、忘れるとこだったよ。ええ、普通にね。普通にクリアするところでしたよ。うん、このハンタースキルは何だろうね。動き回るのかな。確かね、なんかね、印つけてなんか
雨雨フレフレのあのジュビアみたいな、俺はイメージなんだけど。まあ、最後に使おうかな。最後のとどめにね。なるほどね、これでね。うん。やばいな、そろそろ俺の電池が悲鳴を上げる頃やね。急がなければならないですね、うん、もうこのね、電池問題ね。うん、充電しながら撮影できたらいいんだけどね。そうだね。さっきからなんかあれやね、当たり障りない相槌ばっかりするけどさ。もうね、ポロの鼻詰まりがひどくてね、うん、鼻詰まりがひどくてね、もう相槌ぐらいしか打てないね。気持ちよく寝てたらね、キロさんがまた嬉しそうにね覗いてくるんですよ、部屋をね。行こうかと思ったらもう今度鼻詰まりがね、うん、ポロのね、鼻炎問題ですよ、これはね。そうね、ここはね、なんとかしやりたいけど、なんともできんのよね。こればっかりかね。あ、これはアタックチャンスじゃないですか。アタックチャンス来ましたよ。まあ、水だけどね。あ、本当だね。あ、俺か。これ取れるのかな。あ、取れんね。これ取れないね。まあ、しょうがないね。意外と火だめ、やばいね。うん。うわ、全然減らん。カロリー取った方が良かったね、これ。まあでもほら、必殺技が控えてますからね。ああ、そうね。次使うよ。うんうん。なんかあんまり出し惜しみしとってさ。そうそうそう。カン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 っちで殺してしまうっていうことだね。これは使わない方がいいよね。ああ、そうだね。使いたかった。ジャックも使わない方がいいね、うん、そうだね。ああ使いたかった、スキルストレスがここにね。こいつはどんな、触れた敵全てを対象に触れた地点の周囲を塗る攻撃を行う。おお、全てってすごいね。じゃあ暴れ回るってことなのかな。うん、じゃあお化けのところにね、うん、弱点出てるしね。やるときはやるだ。お印ついたよ。うん。弓矢の印が。結構強くない？強い。かなり強いですよ。え、普通に強かったね。うん。弱点が出たからかな。やっぱこう動き回れるっていうのが大きいよね。すいませんね。使わせていただきますね。うわー。コロは一つも使えなかったのにね。はい、こんな感じですね。はい。見てくれましたか？いやいや、強かったですね。うん、強いね。リンクコンボも強いし、スキルも使えるよね。なかなか有能ですね、うん。スパイクワープだよね。そうですね。もうハンデットと一緒じゃないですか。そう。お、来たよ。くるっとまんまりよが来たよ。あ、もう？うん。早くないですか？これまだ最初のやつだっけね。なるほどね。うん。来るとまんまる気になる。欲しいな。使いまくろう。はい。この武器は強いのかしら。ん？この武器は一体何なのかしら。なんかね、レーザー跳ね返るみたいな感じだったよね。アクアカタラクト。うん。おお、だいぶ重量級のね。そうね。ですね。うん、まあちょっとこれもね、レベル99にしてちょっと使ってみましょう。はい。はい。じゃあ今日はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。